はいどうも、小沢村井です。パワープロ2020再挑戦実況パート18やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、オフシーズンど、ぶっちぎりの最下位で、不甲斐ない成績が、起こしてもらって申し訳ないです。本当に、誠に遺憾であると思っております。はい、年間表彰式ですか。参加者祭誰も来ないと思いますよ。参加者0人かもしれない。そんなことはないですけど、まあ、ちなみにあの日本シリーズは、巨人がソフトバンクが勝ちました。はい、まさかのベストライン0、そしてゴールデングラブも0。これはひどい。やべえ、何一つタイトルがねえの、情けないな。契約ここですね。お金はいっぱいありますよ。で、監督交代させます。もうこの人に頑張ってもらうしかないでしょう。で、工事陣も交代ですね。で、里崎さんとピッチングコーチ、野手コーチがすごいコーチと、ピッチングコーチが古賀コーチ、この3人でいきましょう。スカウトは、まあ、もうちょっと、まあ、このスピーチではこの2人で頑張ってもらいましょう。でマーティ選手は年俸はまあ据え置きですね。2年契約なんで、まあ2年契約にしたらちょっとひどすぎるんですけど、まあ、レアル選手も、今年かな、まあ3年契約3億、現状維持ですね。マスダ選手はもう1億ぴったりですよ。もう半分もいいところですよ。西川選手はもう6000万、はい。まあ、契約更改はまあカットかな。見てて楽しいですかね。まあ見ててあんまり気分は良くないでしょう。なので、まあ契約更改、まあ誰を切ったかですね、問題はね。はい、ということで一旦これカットします。はい、すいません。三馬選手が引退ですね。で、唐川選手引退、ハーマン選手引退、松永選手が自由契約、福田選手が自由契約、福田周平選手ですね。角田選手が引退、井戸和夫選手が戦力続く、宗塚選手ぐらいですかね、確か。さあ、運命のドラフトですね。まあ、本当野手陣が本当足りてないんで、ちょっと野手陣をね、ちょっと ドラフトね、考えたいと思います。まあもうこの伊達選手、まあパワーが一番高いんですよね。まあ野崎選手はショートでもいいんですけど、ショート8人いるんでそんなにならないんですよ。やっぱ取るとしたら、まあ、伊達選手か萩原選手、即戦力の選手が欲しいので、それかも春田選手かな、まあ、多分誰かになると思うんですけれども、第一流選択希望選手千葉ロッテ来い。よし、一本釣り。これはまさかいけるのでは。よし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 、ついてるついてる、よし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 、一本釣り成功だね。素晴らしいですね。で、野手がね、まあちょっともうちょっとね、やべえ、みんなしょっぱいな。やべえ、みんなしょっぱい、どうしよう。不作も不作でいいとこで、ああ、よろしい、よろしい、
まあ、ぶっちゃけまだ選手はね、あの登録できるので、登録っていうかまだ、指名できるからまだね。あ、半分やめたね、ドラフト。選択終了したね。やっぱ残りちょっと使える選手が、あ、いたいたいた。まあ他がどうなるかなんだよな。うん、ということでちょっとここはドラフトはちょっとカットします。はい、ドラフト1、伊達選手、三井原選手、萩原選手、シング選手、平沢選手、千葉選手、6人。よし、みんな指名してくれた選手みんな入ってくれましたね。でも帰国選手は誰もいないのでカットです。まあそれだったらさ、何でもありになっちゃうから、金詰めもいいって話になっちゃうからね。それだと面白くないので、でちょっとその前に、まず、まあ、ドラフトで指名した選手をちょっと見てみましょうか。まずドラフト1位、伊達選手、足遅いけど内野安打丸。うん、どうなんだろうな。伊達、なんて言うんだろうな、周光と書いてなんて言うんだろう。でドラフト2位以降はホームピッチャーですね。ドラフト2位の、春田選手。おー、ちょっとあれだな、微妙だな。でドラフト3位の萩原選手、荻原選手ですね、知りました。荻原選手もまあ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 。で4位のシング選手ですね。シング選手もまあ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 、まあ、ロッテらしい選手ですね。特殊能力何もないっていう。で、芝選手。芝選手ちょっと悩んだんですけど、カットボールしかなかったんですけれども、ちょっと取ったんだけど、タイピンチクイック B。まあ、乱調なのはちょっと、まあ、たまに傷かもしれないけど、でもタイピンチ B 持ってるのはちょっと中継ぎ候補。日本のマリアノ・レベル選手を、と呼ばれてるような感じの選手になってほしいですね。はい。で、自由契約選手ですね。ちなみに支配下は4人まで空いてます。はい。まず、内川選手、うん。まあ、誰を取るかって話なんですよね。正直言うとね、デスパイネ選手、実際、帰ってしまうんではないかっていう話なんですよね。涌井選手、うん、取りませんよ。行政も取りませんよ。あ、田中康明選手、康弘選手、クビになってる。おー、エンジェル・サンチェス選手。いや、欲しいけどな。私、外国人先発ピッチャーはね、1人欲しいわけですよ。まあ、エチェバリア選手とフローレス選手は、ごめんなさい、もう、帰ってどうぞ。でも、先発、まあ、お金はいっぱいあるからいいけど、いや、ちょっと、巻き越してんのか、巻き越してて、4億8000万は高すぎるな。バーハイゲン選手、うーわ。なんで西選手もこれ、取らない理由ないでしょう。7勝13敗。取らない理由ないでしょ、これは。上本、弟。金田選手、伊田選手、岡本選手、川原選手、渡辺選手、小川選手。アルカンタラ選手、バリッド選手、サンタナー、サンタナー選手はこれ DH でもいけるんちゃう。ちょっと取ろう、ちょっと面白そう。骨選手、うん、岡田選手、あー、おー違う、本田圭佑選手ですね。伸びしろですね。こんなもんかな。なお、ロッテの選手は誰も取りませんでした。でも西選手とサンタナ選手取れたらちょっとでかいな。で海外留学か、留学地、うわひどいな。で早速足をちょっと鍛えてもらいたいので、
東野と西川選手かな。で、ちょっと佐々木朗希選手にはちょっと吉井コーチのもと離れてもらいたいんですけどね。アフリカの地でちょっと走り回っていただきたい。さあ春季キャンプ、まあ、春季キャンプ、まあ、レアード選手とかレアロー選手、岡選手、マーティン選手、それからサンタナ選手、中村翔吾選手、井上選手、安田選手に関しては、まあ、あと藤岡選手かに関しては、まあ、10個でちょっとやってほしいと、個人でやってほしいと。で投手陣に関しては、投手陣は、まあ、増田選手ぐらいかな、自己トレーニングやってほしいの。まあ、いいか、これで。まあ、問題はね、これでどう育つかなんだよな。まあ、ぶっちゃけほとんど、決める必要ないんだけどね。いや、まず変化球か、やっぱり。フォークか、ちょっと。やっぱコントロールが悪かったらちょっとねピッチャーの意味はなくなってしまうのでね、まあ、キャッチャーに関しては、このまま継続かな。で、や内野手に関してはレアード選手、藤岡選手、サードのサーブ中、ちょっとで、ちょっと頑張ってやってもらいたい。で、外野に関しては、これでいいかな。例えば、相手チームの練習を妨害して、能力下げるっていうことをしたいから、それだけは絶対にしたくない。だってやったところで面白くなくなっちゃう、面白くないし。まあこの時間がちょっと一番なんか長いから無駄なんですけど、ああ練習機材が、あとでみんな直しとくか。石川選手が、あ、フォーク覚えた、ラッキーラッキー。レアード選手も今年限りかな。あ、世界大会か。世界大会はカットするんですけど、どうせ選ばれてないので一応見ましょうか。まあ、アプリで変えられるんですけど、間違えた。12位だもんな。あ、そりゃそうか。メンバー見てみようか。うん。いないよ、ほら。いるわけねえじゃん。これね、言ったらおか、逆におかしいもん。まあ19段で頑張ってもらって、で変えるのがもう一つありました。背番号ですね。背番号は自動で変えられるか。 OKOKOK、 じゃあいいや。サンタナ選手背番号3でちょっと55にして、まあ入ってきた背番号はまあそんなもんでいいかな。装備品でも今回のアップデートからあれかな、ピッチャーにリストバンドがつかなくなったのかな、多分。でもね、ドラフトは正直ね分かんないんだね。じゃあオープン戦はね全てカットします。はい。
で、オープン戦カットして、まあ、国際試合も全部カットして、シーズン、まあ、オープン戦までやろうか。オープン戦までやって、やっぱレアル選手、あ、まあ、変更できるのか、とりあえず見ようか。ピッチャーに関しては、大貫選手、横浜のだったら俺石川修斗選手選ぶわ。平選手、森脇選手、森選手、梅野選手、馬場選手、松井選手、中川選手、まあ本橋選手、この本橋選手っていうのはこれがオリジナルか、まあ甲斐森、まあまあ妥当だね。内野手は源田選手、村上選手、茂木選手、浅村選手、山川選手、岡本選手、渡辺選手、大山選手か。佐藤輝明選手はどうした、佐藤輝明選手は。渡辺選手よりかは佐藤輝明選手かなと思います。で、じゃあセカンドいないじゃんってなるんですよ。セカンドは、まあ正直西川選手に変えて、セカンドだと僕、吉川直樹選手の方がいいと思うんですよね。足速いし、セカンドうまいし。小技もいけるから。キャッチャー3人で回して、ファースト、まあ、山川選手、セカンド、浅村選手、サード、岡本選手、ショートに、源田選手、で外野レフトから、吉田正尚選手、近本選手、鈴木誠也選手、DH に、大山選手、それから、まあ、佐藤輝明選手、DH でもいいし、サードもできるし、まあ正直、この3人で、まあ、サード、DH、ライト、まあ、岡本選手、外野っていうのもちょっと、考えにくいですけど、いや大山選手な、大山選手と岡本選手と佐藤輝明選手はちょっと共存はできねえな。ごめん、大山選手に変え、大山選手変えよう。変えて誰入れようか。え、守備が18ってどういうこと。んー、どうすっかねー。あ、殿崎選手いるじゃん。外野もできる、サードもできる。いや、いい選手じゃん。DH に浅村選手もいいわけだな。これでいこう。あと1人入れる、あと1人入れる。あと1人入れるか。じゃあさ、情けをかけて、ロッテから1人入れる？いや、でも俺入れたくねえなー。11球団で頑張ってほしいわ。あ、横浜から選ばれてない、横浜から入れてあげよう。あ、今佐野選手がペケになってるんだろ、怪我か。やべえ、入れる選手がいねえな。あ、中日もいないか。中日から入れるか。ビシエド選手入れたい。ビシエド選手を強く強く入れたい。ダメか。あ、オリックスから選ばれてるな。2人選ばれてる。日本ハムから上沢選手が選ばれてる。オリックス、日本ハム、楽天、西武、ソフトバンク、ヤクルト、広島、阪神、巨人と。で、オリックス、中日、横浜からは誰も呼ばれてないんだ。じゃ、誰か一人入れてあげようか。そうだな。いや、誰でもいいんだけどさ、正直言うと。もうここまで来るとさ。いや、どうすっかな。ショート源田選手もいるしな。茂木選手もいるのか。ショートはいらねえな。サードもいらねえな。ファーストか。ファースト村上選手もいる。さ、岡本選手もいる。佐藤輝明選手もいる。佐藤輝明選手は F だけど、あ、なんか低いのか。あ
ーストだったら山川選手も村上選手いるからな。正直2人いるからやらねえんだよな。サード3人いるしな。岡本選手、佐藤寺木選手、まあ、源田選手もいけるし、ショートは、まあ、源田選手と森選手と、まあ、吉川選手もいける。セカンドもいけるしな。ガリラ1人入れてあげようか。どうしようかな。迷いに迷った挙句、僕は29人目の男に、ネタでエゴシ選手を入れます。はい、絶対阪神ファンの人から怒られるだろうな。なんでエゴシ入れんねん、そこちゃうやろみたいな、なめとんかみたいな、芝生堂みたいな、この絶対来るだろうけど、そこはね、あえてもう受け止めます僕は。はい、まあ、オープン戦いくら負けてもいいんですよ。オープン戦全部勝ったところで優勝なんてできないんですから。はい、ここまで来ましたね。はい、国際試合全て勝ったさせていただきます、ご了承ください。ということで、次はですね、いよいよ3年目のシーズンの方にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。概要欄の方に他の実況のリストも載ってますので、ぜひその方もチェックよろしくお願いします。では次の動画お願いします。さよなら。